まあ、ちょっと守りきられてしまった感があったんで、まあ、でも引きずらずにまた、すぐ試合になりつつあるんで、そこに向けてやっていけ、いけばいいかなと思います。もう惜しいチャンスもたくさんありましたから、はい、そうですね、まあまあ、一番本当切り替えることだと思うんで、そこをしっかり切り替えて次に向けて、やっていくだけだと思うんで、はい、お疲れ様です。